照されて輝いているだけで、自分から輝いているわけではない。今になってそれが悲しいのです。ずっと悩んでいた思いを言葉にしましたが、誰かが聞いてくれたことはありません。ところが今宵、それを聞いていた一人の少年がいました。どうして泣いているの？思いがけない返答に驚いた月は、泣くことをやめ少年に答えます。あなたたちは私を見て綺麗だと言ってくれる。毎日形を変える私に驚きもせず、三日月や半月と呼び、受け入れてくれる。けれど私はそれが心苦しい時があるの。子供にはわからないだろうけど、私が輝いていられるのは太陽のおかげなの。少年は目を丸くして夜空を見渡します。今宵は星たちでにぎわい、夜空に星と月以外見当たりません。太陽なんていないよ。月のおかげで僕はこんなに暗い場所でも平気でいられるんだ。ねえ、月から見たら僕らがいる場所はきれい？うん、とてもきれい。太陽に照らされれば青く輝いて、光が当たらなくてもキラキラと無数に光る場所がある。まるでそこに星たちがいるみたい。一度でいいから見てみたいな。僕は学校へ行ってないから、なぜ青く輝いているかもわからない。空の色が青いとき、それを美しいと感じられたら、それは私が見ている光景ときっと同じよ。少年は今度はうるうると今にも泣きそうになりました。どうしたの？僕はもう青い空を見れないかもしれないから。少年の言葉に月は先ほどから気になっていたことをようやく尋ねます。あなたが今手にしているものは何？それは少年が持つにはとても不格好で危険なものでした。これはライフルだよ。敵を殺すための武器さ。少年は初めて月から目をそらし、話を続けます。いつものように町外れへ買い出しに行って、戻ってきたら町から煙が出ていて燃えてたんだ。たくさんの人たちが騒いでいて、動かない人もたくさんいた。父さんと母さん、それに2歳の妹もみんな死んじゃった。何も悪いことをしてないのに、なんで？武器を持っていないのに、ただ普通に生活していただけなのに、それが悪いことなの？妹は彼らにとって敵だったの？月は少年の言う彼らを知っています。少年の生きる国は今、他の国から兵隊がやってきて、空と陸の両方から狙われています。少年の家族、そして町の人たちを攻撃することは誤爆と呼ばれ、少なくありません。この
ライフルをくれた大人から聞いたんだ。太陽が昇る前にこの道をトラックが通るんだ。武器を持った兵隊たちがたくさん乗って、彼らが僕らの家族を殺した兵隊たちだって教えてくれたんだ。やるしかないんだよ。ねえお月さん。何？もう泣かなくていいんだよ。僕は学校へ行ってないからわからないことばかり。どうして太陽がいないと輝けないのかも知らない。でも僕はお月さんの輝きが大好きなんだ。だからね、大好きなお月さん、これから僕がやることはいないでいてほしいんだ。代わりに、嘘でもいい、僕のことを褒めてよ。あれから何度目かの夜を迎えました。今宵の月も綺麗だね。誰かがまた月に声をかけてきました。月はもう心苦しく思うことはありません。月は誰にも聞こえないようにそっとささやきました。どうかこの世界が彼らにとってかけがえのないものでありますように。初めてわかった。
伝えようとしてたことも君が生きたその足跡に影はもうないけれど希望に変わるように闇夜の空に無数の星太陽はいつ帰るのだろう新しい時代が来てもいつか世界の終末が来ても喜びを知って初めて分かったその意味も伝えようとしてたこともあの